でもこんな時間に起きて、もうじゃない、早朝アクション、はよ頑張れ、ありがとう、頑張るよ。東京は予約するのが明るくなって、あ、そうなの、通知に秒で起きた、星座待機、ごめんね、予約入れてなくて、本当に申し訳ない。うん、 OKOK、 おはよう。はぁ、すがすがしい朝で、家の階段、なんかなんて言ったの、かすったみたいな感じの、トトトトぐらいのやつ。ライブ配信あるの？うん、在庫っていう。
朝になるる。はよ。寝て早く起きる人だから最近。道具とかセットしてさ、おはようございますみたいになったりするから、でも先にリハとかあるんだったら、ゆったりできるけど、メイクさんは大変な仕事だなって思う。 MV とかでもなんかね、
山に登ってたらそのメイク直し用のなんかなんて言ったらいいんだろう、肩からかけるやつかけて、ね、それをかけながら一緒に登らんといけんけん。メイクは意外と体力勝負って言われてた。山に登るロケとかカメラマンさん後ろ向きだっけんね、後ろ向きで登るけん危ない、大変そんな方々がいてくださって成り立っている番組であったり MV であったりですね。そうよ、ほんまに心配になる。ちょっとマスク持ってこようと思ったのに忘れた。早めに会場入りします。うん、でもね、そんなにめちゃめちゃ早くってわけじゃなくてもいいですよ。10分前ぐらいで OK。 おはよう。気持ちが癖に出せるなんて恐れなかった。前から言ってたし。子供の時から言ってたし。それでは壇上を読むね。いきます。13位、 PC さん。12位カミスティックさん。11位セリアさん。10位キミさん。9位ナッティさん。8位ライザーさん。7位アモズさん。6位ソリオさん。5位マサジさん。4位長谷川さん。3位ミッキーさん。2位マサさん。そして1位はトゥルルルンジャン、ジャストミトさんでした。ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はトゥルルルンジャン、ゾンタクさんでした。 Thank you。 はい、それでは私は行っていきたいと思います。あー、エールをくれ。気をつけて、すごい二度寝するもよしですが、今日も楽しんでいきましょう。それではまたねー。